タランチュラ星雲は、大マゼラン雲の非領域の気仙星雲である。メディアを再生するタランチュラ星雲にある恒星は、莫大な量の紫外線や構星風を放出している。この星雲は、ニコラルイドラカンユが希望ミネへ遠征した1751年12月5日に初めて発見された。彼はこの星雲を最上級の星雲のうち2番目であり、2フィート望遠鏡で、 見える恒星を伴わない星雲としてカタログに入れた。また、22もまたがる星雲と描写された。ヨハン・ボーデは1801年に自身のユーロナラフィアという恒星の地図にタランチュラ星雲を入れた。また、彼はアルゲマイネベシュレイバーング・ウント・ナッシュバイサン・デアジェスチャンにおいてはクシフィアスという星座の30番目の天体として捉えた。 彼は等級を与えず、星雲上のものして N を与えた。反射望遠鏡から得た、この星雲の写真では、その複雑な内部構造が見られ、20世紀半ば頃から、タランチュラ星雲と呼ばれるようになった。タランチュラ星雲は、カジキザ30番星のように恒星のように扱われることもあり、かつてはタランチュラ星雲の中心にある三回星団の NGC2070 として、 扱われることもあったが、一般的には NGC2070 などを含めた全体を表す。恒星以外の天体としては、非常に高度が大きく、距離は 49kpc であるが、死等級はプラス8もある。その明るさは、もし地球から、 オリオン大星雲ほどの距離に来たならば、影を生じるほどである。 実際に極部銀河群で知られている最も活発なスターバースト領域である。また極部銀河群の最大級の非領域としては直径200%パーセクト最も大きいことで知られる。さらにその大きさから非領域最大とも言われるが三角座銀河にある NGC604 の方が大きい可能性がある。成分は大マゼラン雲の最端に位置し、 そこではラム圧がなくなり、生管物質の圧縮が最大限に達する。中心部には直径約35光年の小さな星団 R136 を含む NGC2070 という3回星団が存在し、星雲のエネルギーの大部分を生産している。R136 の質量は推定45万 m であり、将来は 球状星団になると推測されている。タランチュラ星分には R136 の他にも2000万歳から2500万歳と古い星団であるホーチ301もある。この星団中の最も質量の大きい構成はすでに超新星として爆発している。望遠鏡が発明されて以来直近で観測された超新星爆発は タランチュラ成分の外縁部で生じた SN1987A である。中に三回星団が含まれている有名な超新星残骸には NGC2060 などがあるが多くの超新星残骸では、ありがとうございます。